アントン・ザイドルは、ハンガリー出身の指揮者。ブダペストに生まれる。1870年10月に、ライプツィヒ音楽院に入学。1872年まで在籍するが、同年バイロイトで、リヒャルト・ワーグナーの上書係に選ばれ、同地で、ニーベルングの指輪の最初の上書の作成を手伝う。ワーグナーに魅了され、1876年の、 第一回バイロイト音楽祭に参加した。ワーグナーの推薦状を得て、ライプツヒ私立劇場の指揮者に任命され、1882年までその地位に就く。その後は、工業主アンゲロ・ノイマンの一座と共に、ニーベルングの指輪の移動公演に携わった。ザイドルの指揮は評論家も一目置いたほどであり、ニーベルングの指輪の公演は1882年6月には、ロンドン。 ゲストミンスターのハーマジェスティーズシアターで行われるほど芸術的に成功した。1883年にノイマンと共にブレーメンに移るが、2年後にはレオポルト・ダムロッシュの公認指揮者としてニューヨークのドイツ・オペラ・カンパニーに転出、同年に結婚。1891年にニューヨークフィル・ハーモニー管弦楽団の指揮者になり、人気中の1898年に死去した。 アントニン・ド・ボルザークの新世界公共局の初演者でもある。ありがとうございます。